落合博満さんおすすめのオキティのやり方やってみた。防球ネットからできるだけ距離を取って足場を決めます。足場で構えたら実践のようにステップしてトップの位置に入れます。ここから体を回転させて、その延長線上であることを確認しながらミートポイントを決めます。そしてそのミートポイントの位置にスタンドティーを置きます。準備完了。足場で構えたら実践と同じように投手の方向をしっかり見ましょう。投手がボールを投げてくるイメージを作りトップに入れます。投手が投げ込んできたボールの軌道をイメージしてミートポイントにボールが入ってきたタイミングで強く打ちましょう。打った後も両腕で押し込む意識を持って大きくフォロースルーを取ってフィニッシュ。落合博満さんの著書バッティングの理屈より試合を想定して練習するためのオキティでした。